さあ仕事だ。これで終わりか。舞台に上がるより緊張するわね。綺麗な花にはトゲがあるのよ。私の力見せてあげる。先生、奇襲有利思います。無駄です。勝利、皆の心燃やします。焦らず戦おう。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。私に挑んだのが間違いだったな。ええ、いけるわ。戦いの空気苦手だ。行きますか。よし、これで決める。いい勝負ができたね。この程度、身の程が分かったかしら。加減すべきだ。この力で俺はさらなる我が敵ではない。ありがとう。ありがとうございます。負けるはずもないわ。この程度、よっ、これが私の力よ。やばい。負けるはずもないわ。どうかしら。よっ。つまらぬ任務だ。助かる。絶対に負けるつもりはないわよ。
地獄で寝てろ。ありがとうございました。これは手本にならないね。おい、急いで出る準備をしろ。ルミール村の様子が一変したらしいんだが、情報が錯綜しててよくわからねえ。村の連中が殺し合ってるとか、家が燃えてるとか、とにかく急げ。殺せ、殺せ。ああ。
んだこりゃ。何がどうなってやがる。惨憺たるありさまね。思った以上に胸くそ。気分が悪いわ。先生、言い直したのだからやめて。それより今は村を救わなければ。と言ってもこの惨状では下手に手を出しても死人が増えるばかりでしょうね。村人が村人を襲ってんだぜ。片っ端から殴って気絶させるしかねえ。君はいつも無茶を言う。失敗したら殺してしまうか、逆に殺されるよ。だとしてもこのまま手をこまねいて見ていることなどできない。私は行くぞ。私は帰りたいですけど。そんなこと言ってる場合じゃないですよね。助けを求めている人がいるなら助ける。そうでしょ先生。私突入指示待ちます。いつでも行けます。待って、村の中に不審な者たちがいるわ。村人たちの様子を伺っているみたい。彼らを排除しながら正気の村人たちを救出しましょう。いらっしゃる。こちらですね。ありがとうございます。こちらですね。ありがとうございます。またのご。連中がいるようだが、まずは村人の救援が最優先だ。いいな。俺がここで正気を失った奴らを引きつける。その隙にお前らは村の連中を救ってやれ。
フェルディナント・フォン・エーギル。焦らず戦おう。戦いの空気苦手だ。さあ仕事だ。こう。ありがとうございます。舞台に上がるより緊張するわね。行きますか。先生、奇襲、有利思います。無駄です。私の力、見せてあげる。甘いな。まだまだ。あの奥で指示を出しているもの、職番のトマシで間違いないわね。
助かる。気が利くな。ありがとうございます。ありがとうございます。全力叩き込みます。ブリギットの誇り見せました。その調子よ。トマシ殿、ここで何をと聞くまでもないかしら。わしはトマシュなどではない。我が名はソロン、人の世の救済者だ。どうだ、驚いて声も出ぬか。仮の姿にまんまと騙されよって。わしがガルグマクに潜んでおったのはフレンという小娘の血を手に入れるため。この血があれば我らはまた一歩大望の実現へと近づく。
しませてもらうぞ。あれは死神騎士、あいつもトマシ、いやソロンの仲間なのか。スイキッター、精霊、加護感謝します。ありがとうございます。Thank you.
ありがとうございます。ほど伸びなかったわね。全てはエーデルバルト様のため。
あなたこそ何のつもりでここへ。私の邪魔をしないで。神騎士に構っている場合じゃないわ。ソロンを撃つことに集中しましょう。ありがとうございます。よし、助けられるだけ助けたな。あとはソロンだ。あいつを引っ捕らえるぞ。矮小で劣悪な獣ごときがわしを殺せると思うな。鍛錬の成果。貴様、なぜこの村を狙った？何を企んでやがる？
実験台など誰でもよかった。成果は十分。帰らせてもらうぞ。おい待て。消えちまったか。逃がしたわね。村内を見回ってくれば、まだ敵が潜んでいるかもしれない。どうにか片付いたな。犠牲も最低限にとどめた。奴ら実験台は誰でもよかったと抜かしていやがったな。あいつらのせいでルミール村の連中は。ここにいたか。その姿、お前が炎帝か。いかにも我が配下の死神騎士が世話になったの。世話になったとは随分な挨拶だな。お前がこの村をめちゃくちゃに。勘違いするな。何？ソロンは確かに我が協力者だが、同じ目的で動いているわけではない。このような行い事前に知っておれば我は必ず止めた。それは断言しよう。口では何とでも言える。とりあえず修道院まで来てもらおうか。できぬ相談だ。まあ我と貴様らとで手を組むというのであれば受けよう。何だと。放っておけば奴らはまた凶行を繰り返す。それを止めたくはないのか。特に天帝の剣を持つ貴様の力があればソロンなど敵ではない。残念だ。貴様ならそう答えるだろうとは思っていたが、その選択後悔するでないぞ。ジェラルト殿。先生、エーデルガルト様を見ませんでしたかな。どうした。しまった。逃がしたか。なあ、大修道院に来てお前は変わったな。ルミール村に来てからお前怒りっぱなしじゃねえか。ガキどもを指導してるときは随分と嬉しそうな顔をするしよ。お前がそれほど感情を表に出せなんて大修道院に来るまで一度もなかったんだぞ。お前のそんな顔が見られるなら大修道院に来たことも良かったのかもしれん。あるいは初めから大修道院を出る必要さえなかったのかもしれねえな。しまったな。いや、そろそろ潮時か。今度暇な時に俺の部屋に来い。話がある。これはいかなることじゃ。お主が大修道院にいた記憶なぞわしにはない。お主のせいには一体何が隠されておるというのじゃ。先生、何と言えばいいかわからないけれど、とにかくお疲れ様。やれるだけのことはやったと思うわ。
ジェラルト殿もそうおっしゃっていたわ。前を向きましょう。そういえばルミール村にも遠帝と名乗る者が現れたようね。何やら話をしていたとヒューベルトからは聞いたのだけれど。そんなことを。それで先生は手を組む気はあるの？そうよね。多くの事件の裏に暗躍する正体不明の相手、信じる方が難しいわ。仮に遠帝が本気だったとしても、その目的が何なのかも明らかではない。もし遠帝が本当にあなたの力を必要とするならば、いつか先生の前に仮面を外した姿で現れるかもしれないわね。エーデルさん、ちょっと聞きたいことあるの。あ、ごめんね、邪魔しちゃった。いえ、気にしないでいいわ。それじゃあ先生、また授業で。ルミール村を狙った恐ろしい計画によくぞ幕を引いてくれました。この度の参加には天上の女神様も強く心を痛めていることでしょう。それにショコバンのトマシュがソロンという闇の魔導士だったとは、私たちの目が節穴であったことも猛省しなければなりませんね。まったくじゃ。入り込んだネズミに気づけぬとは情けないにも程があるぞ。のう。それにしても奴らは何者なのじゃ。トマシはいかにして潜り込んだのじゃ。トマシは同盟貴族コーデリア家の推薦で40年ほど前から修道院にいる。8年ほど前にコーデリア家に戻り、去年からまた復帰していたのだ。何十年とガルグマクにいて、なぜ今さら。一体何を企んでいるのか。それからイエリッツは帝国貴族の推薦で士官学校の教師となっている。仮に彼が死神騎士であれば、敵は二国にまたがる組織ということになる。セイロス正教会の長い歴史の中で、いえ、それよりもはるか古の時より、フォドラの安寧を脅かさんとする者たちが現れること、後を絶ちませんでした。闇にうごめく彼らの正体は未だ不明です。ですがソロンや死神騎士はその一端に違いないと私は考えています。安寧を脅かさんとする者たちか。なれば征伐してやらねばのう、お主。敵の狙いがわからない以上、下手に動くことはできん。もちろん騎士団は調査に当たるが、君たちは訓練に励んでくれ。では今日のところはこれで。お待ちなさい。まだ理解できないこともあまたあるでしょう。ですがあなたは力あるものです。その存在はやがて皆の希望となり、必要とされていくことでしょう。何より私自身があなたに期待しています。顔を上げて歩んでいってください。あなたに女神ソティスのご加護があらんことを。女神ソティスじゃと。どうかしましたか。そうですか。ではまた後ほど。お主、迂闊なことを口にするでないぞ。こやつは、わしは何者なのじゃ。今は即退出せよ。よいな。
白雲の章、精神の説、涙の訳。透き通った冬の空に精神が瞬く。星界の星はその姿を隠し、女神は遠く天上から地上の平穏を祈るという。ガルグマク大修道院では落成を記念する周年祭が今年も行われ、5年後の千年祭に向け人々の祈りは大きくなっていく。自分の命が惜しくないのかなと思ってね。なぜ死ぬまで戦うのか、どうして殺すことにためらいがないのか。僕は苦手ですよ。この前の戦いでも僕のせいってわけじゃないですけど、率いてた兵を死なせました。戦いは僕らに有利に進んでたし、敗北を悟って引いてくれたらいいのに。最後の一兵卒まで戦う勢いでこっちにも被害がね。一矢報いればそれで満足なんですか？命あっての物種とは思わないんですかね。そうですよね。何なんですかね、あれ。名誉とか大いなる目的とか、自分の後に続く者たちのためとかで死ぬ？考えただけで恐ろしい。僕には向いてないですね、戦い。まあ戦いなんてそんなもんですしね。こうやって先生に日々指導してもらってるのだって僕自身が望まぬ戦場で死なないためなんですから。お、大きく出ましたね、先生。でもなぜか信じたくなる。本当に不思議な人ですよ、あなたは。あ、でもそれならついでにお願いしてもいいですか？僕は殺し合いをして血なんて浴びたくない。寝転がってただのどかな木漏れ日だけを浴びてたいんです。それが許される身になれるよう手伝ってほしいんですよ、先生。今節は舞踏会が予定されています。生徒たちも楽しみにしていることでしょう。しかし浮ついてばかりいられては困る。課題にはいつも通り取り組んでもらう。その課題だが、使われていない礼拝堂に何者かが侵入した痕跡がある。いえ、貴重な品など何もない建物です。侵入した目的は分かっていません。そこで君の学級の今節の課題は礼拝堂の警戒及び侵入者の調査とする。聖教会を取り巻く情勢が不穏な昨今、些細な異常も見逃すわけにはいかないのだ。万一の場合に生徒の安全を確保できるよう騎士団の実力者にも支援を命じてあります。騎士団の実力者、ジェラルト・アイスナー、ただいま参上しました。せっかくの機会、たまにはゆっくりと親子で語らってはどうですか、ジェラルト。お気遣いいただきどうも。ただし
ジェラルトさんには別の任務もある。それが片付いてから君の支援に回ってもらう予定だ。そういうわけでしばらく修道院から離れるが、戻ってきたらお前の仕事ぶりじっくり見させてもらうからな。これで新たな道が開けた。